皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年11月5日土曜日ですが、まもなく11月6日の日曜日になろうとしていますが、今日はですね、週末ということで、恒例のですね、 月始めにお届けしています、今月以降に行います、えー、私のですね、セミナーや講演の予定を紹介していきたいなという,うに思っているんですが、まず本題に入る前にですね、今日のブログの冒頭についている写真なんですけど、本日フェイスブックに投稿したところ結構盛り上がったものがあるので、まずはそちらを解説するところから始めていきたいと思います。ではこちらからご覧ください。どうぞ。はい、こちらですね、何かというと、 はい、LINE の活用術について若者とそして年配の方で違うよってことについて比較したものが出ていたんですね。でこれはねねななかなか面白いですよ、ね、ということで10代から見た場合に、まあ、50代とかの年配の方々が使ってるとダサいなと思うような LINE はこんなものですよっていうの出てて一方で50代の人が10代に合わせて使ってあげてるよって っていうようなライン術はこんなのだよっていうことで挙げているものがあるんですね。で、まあここの中でまあ、いろんなの出てるんですけど、まああのー、4位にね。10代だったら入っているリーとか量ってやつがあるんですけど。まあこれはあのいわゆる了解っていうね。あの意味をですね。略してリーとか量とかって言うんですね。で、これはあのー、僕も最初知った時に。 そっかって言って、了解って言わないんだと。リーとかってもう略して言うんだとか、了って言うんだっていうのが分かって、そっかと。若い人に合わせるときはそういうのを使うかなって思ったのは多分これだけかなっていう気がしますね。それ以外のことに関しては、別にその、若い人が使ってるからっていうことで合わしているものは現時点ではないのかなって気はしているんですけど、僕はね、あの、まあまあちょっと順番に行きましょうか。 まず、この10代の人に聞いた大人が使うとダサい LINE 術の中で、1位びっくりマークっていうのがあるんですけど、これはあのね、テレビであ,のあるコメンテーターの人が言ってて、えー、面白いなと思ったのは、よくその芸能人の方々の不倫ネタかなんかでね、その LINE のやり取りっていうのがスクショで取られてるのがよくあるじゃないですか。で、あれの中に、 ビックリマークを使ってる人が結構いるっていうのがあって、あ、なんかそういえば、なんかそういう印象あるなっていうのを思ってて、で、まあそういうのを見てダサいと思うかなっていうふうに思ったりもしたので、ビックリマークはね、使わないようにした方がいいかなと思ってるんですけど、まあ、僕はですね、個人的にビックリマークは基本的に使わないんですよ。で、これなんでかというと、その、自分がこう言葉を使うね、仕事をしている関係もあって、ビックリマークって、その、 まあ要するにインパクトを与えるってことはできるじゃないですか。なのでキャッチコピーとかに使うとそれに頼ってしまって自分が本当にやらなきゃいけないことをおろそかにしてしまいがちなんですよ。だから本当はびっくりマークではなくて文字で言葉で伝えなきゃいけないのにびっくりマークに逃げちゃうんですよね。だそれが嫌なので なるべく使わないようにということを僕は気をつけているんですけど、まあ、それをね、こう、2つもつなげて使った上に、さらに赤文字にしてるわけなんで、まあ、余計にね、そういう意味ではですね、あの、言う気持ちもよくわかるなって気はするんですが、続いて、顔の絵文字っていうのが出てて、これはですね、あの、特にね、ダメなのが、ピえンだそうなんですけど、こう、なんか目がね、あの、非常にこう、クリクリしてですね、潤んでて、 でこ,うちょっとこんな感じになって、眉毛がこんな感じになってるえピエンっていうのがありますが、あ,あれがね、まあ、ピエンって言葉がですね、まあ、TikTok など中心にまあ流行ったので、まあ、その、ねえー、表している、まあ、ピエンっていうふうに、ね、変化数出てきますけどねで、そのようなものっていうのが特にね、あのダサいとかっていうふうに言われてるそうなんですけど、そもそもダサいって言葉を10代使うんかなっていう話をしますけどね、まあ、っていうのはあります。で 3番目にですね、ハートマークってあるんだけど、ハートマークもね、あの聞いてみると面白くて、その、赤とかピンクとかみたいなのはダサいと。そうじゃなくて、まあ、使うんだとすれば、あの、黒いハートマークとか、白いハートマークとかぐらいだったら許せるみたいな話があって、なんかやっぱり、この、いわゆるガラケー文化っていうんですかね、ガラケー文化の時にあったスタンプがない時に、結局こういうびっくりマークとか、絵文字とか、 え顔文字だからやっぱそこの時の名残をそのスマホの LINE の方に持ってこようとしてるとこにやっぱりそう違和感を感じてるのかなって気がするんですよねだから逆に今の人たちっていうのはガラケー文化じゃなくてスマホから入っているので LINE を使う時に結局びっくりマークとか顔の絵文字とかハートマークみたいなものっていうのはおそらくスタンプの方で表現するので。 文字だけの方はもうちょっとシンプルに文字だけで送るっていう形をしてるんじゃないかなと思うんですよね。で、僕はですね、この若者に合わせて使ってるということをもし言うんであれば、まあんまり使わないですけど、使うとすれば、その4位に入っている、理とか量ってやつはまあ使うかなって気はしているんですよね。で、これは、あの、まあ、了解を略してね、 了解と打つの長いからということ、いわゆる、まあ、こう若者言葉としてその短縮語っていう、ね、短くするっていうのがあるから、そういう時きに、ねえーまあ、これぐらいかな、まあ、あんま使わないけど、まあ、もし使ってるとすれば、これぐらいが、まあ、若者に合わせてるかなっていう感じがしていますね。あと、NOW っていうのはね、やっぱり確かに、ツイッターが出てきた、まあ、2009年ぐらいからですね、まあ、そのなんとか NOW っていうのが流行ったので、まあ、今何してるっていう文ですね。 のでまあ、その時の名残で使ってるので確かにね、えー、古いと思われるのはしょうがないかなって気がしますねで次の,あの「かっこ汗っていう」とか「かっこ笑い」っていうものなんですけどまあ汗は僕あんまり使わないんですが「かっこ笑い」はかなり使えますでこれはねその「かっこ笑い」っていうのに「かっこをつけるのがダサい」っていう言ってましたね だから、普通に文章を書いたら、その後ろのところに笑いってつければいいのに、なんでカッコをつけるんだっていうのがですね、ダサいって言ってたんですそのね、感覚はちょっとわからないんですけど、で、www のこのわらわらわらっていうね、www も多分ね、3つつけないんじゃないかなと思う。1個ですよね、つけてね。というものなんで、まあ、この辺もあるのかなって気がしますね。あと、顔文字ね。まあ、これは完全にガラケー文化ですよね。 ガラケー時代なかかったから使うんで僕もね使いますけどね、えー、これはやっぱりこうねそのガラケー文化とかの名残ですねで汗はね獣医の汗は僕使わないなって気がしているんですけどこういうようなもの上がってますということですね。 で、一方で50代の人が若者に合わせて使う LINE 術ということで出ていますけど、まあ、ここにね、実際出ている顔の絵文字とかですね、えー、で、手の絵文字っていうのが入ってるんですよね。でこれね、いいねとかってうわ、これを使わないんだけど、使うんですね。あと何ですかあと一緒か。あとは、まあ、点を減らすとか丸を減らすみたいな感じのがありますけど、で僕ねあの、個人的にね、まあ、思ったのは、 別に、その、大人が使うダサいライン術って書いてるんだけど、これ、明らかに、50代は50代らしさ、僕、出してていいと思ってて、まあ、ダサいと思われようが50代なんだからいいじゃんかと思うんで、変にね、そうやって合わせようとしてるのを見透かされるから言うんであって、逆に、その、若い人と大人で違うのを使おうとしてるんですよ。 だから、あの、ダサいと思われたっていいじゃって話で、えー、逆に同じようにしようとするから、あの、嫌われるんだってね。で、すればするほど向こうは違うものをまた求めてくるんで、あんまりこう気にしなくていいんじゃないかなっていうのは僕の結論ですけどね。まあでもね、あのそうやってこうコミュニケーション取るのは面白いので,で、ぜひ皆さんもですね、えー、活用してほしいなっていうふうに思います。はい。ということでね、今日はちょっとね、すいません、余談が長くなってしまいましたが、今日はね、15分間フルで、 すべ、えー、て見放題ですので、よかったら最後までご覧いただければと思ってるんですけど、ということで、後半講演予定紹介していきますが、紹、ま、介、あ、しますって言ってもね、もうあのホームページに出てるんで、まあ、見てくださいって話になるんですが、はい、ちょっとね、順番に見ていきたいと思いますけど、こちらからですね、はい、11月1日、長野県富士見町商工会 LINE、えー、もう終わりましたね、2日、えーと、富山県新石産業機構インスタグラム、これも終わりましたし、 次の4日の長野県佐久穂町商工会のインスタグラムも終わりましたね。佐久穂町の商工会の、ね、インスタグラムはね結構ねあの反響があって、なんか続編とかえもっと聞きたいって話があったので、多分、えー、行くんじゃないかなというふうに思いますね。藤町はですね公園に来られた方が結構です、ね、あの面白い方がいらっしゃってて、今後もねちょっとお付き合いできそうな方がいらっしゃったので、ちょっとそういう意味でもね、 え収穫あっったかなてて気はしてますねで富山県の新崎産業機構さんは、まあ、今回、ね、3回目の講演、た、今年3回目だったんですけど、ちょっとね、ズームの調子が悪くて、マイクの音が、ね、聞こえづらいみたいなクレームがあって、えー、ちょっと申し訳なかったなというふうに思いますけど、こちらがありました、ね。で、月曜日は長岡造形大学がありましてえ、その後ですね、岩手県の方の、えー、金ヶ崎町商工、これ、まあ、本当にね、毎年お世話になってるんですけど、 こちらとで DX の売り上げ編、そして大船渡商工会議所の DX ということで、いやー、久しぶりにね、大船渡というかですね、あのー、いわゆるこの海沿いですね、に行くなっていう感じがします浜通りっていうんですけど、ちょっとね、なかなか震災でね、大変だった地域なんで、えー、僕も頑張ってね、いろんなことを、ね、お話ししていきたいなと思っていますけど、こちらがありますね。 まあ、移動が、ね、かなり大変なんですけど、<laughs> そして翌日は埼玉県の越谷商工会議所に来まして、まあ、最新 SNS ということでお話しいたしますと。そして11月11日、福井の産業支援センターです。もう、えー、本当にいつも、ね、何度もお世話になってますが、えー、今回 YouTube ということで話をしたいと思っています。これ、ね、3時間なんだけど、YouTube を、ね、話すことが非常に増えたんで、また、ね、バージョンアップした内容で、ね、お話ししていきたいなと思ってますね。 そして11月14日から 3, 日連3週連続で,です、ね、小松島商工会議所、これ、徳島県なんですが、DX の基礎編、改善編、そして売上編ということで、月曜日に3週連続で入ってますね。 はい。続いて15日。栃、え、木、ー、県足利商工会議所なんですが、これズームですが、えー、Facebook と Instagram を連携する方法。これいよいよね、今年最後ですね。今年も一回やり、いっぱいやりましたけど、まあ、これね、あのー、僕ね、一番嫌なテーマなんで、どうやってね、ちゃうダイひっくり返すかっていつもやってるんですけど、まあ、今回もね、またやっていきたいなと思ってますね。 そして、今度はですね、新潟で夜ですね、新潟の商工会社さんの方で、SNS マーケティングっていう内容で講演をいたしますね。そして16日、岡山県産業振興財団の方で DX 改善編ということで、まあ、業務改善編ですね、DX はつかないかな、の話があって、続いて16日の夜にですね、 急遽入ったんですが、水原商工会さんのほうで、えー、一応話すテーマは、今のところショート動画になるかなって気はしているんですけど、まあ、そして、えーまあ、黒薗の研修も入ってるんですが、ショート動画ですね、えー、やっていきたいなと思っています。で17日ですね、山形県の高畑町商工会、これもね、毎年お世話になってますが、今回 DX ですね。 で佐江市商工会さんと西川町商工会さん、佐賀江市商工会さんと、この辺ね、山形の、えー、3つの町っていうのがね、混在してますけど、こちらの方でね、お世話になりますということですね。そして小松島が2回目かな、ありまして、大学がありまして、22日は岡山の商工会所の方に行きます。えー、そして、はい、えー、また新世紀産業機構さん、富山県ですね、えー、最終回、LINE の話をいたしまして、 そして長野市商工会社さんの方で、Google マップの話、これはズーム開催になりますね。で、弊社のネットベース研究会があったり、そしてまた岩手に行きますね。北上商工会議所で DX の売り上げ編と、そして動画編集編の金ヶ崎町ということでやっていきます。で、11月30日から12月1日にかけて、糸魚川商工会議所で動画編集編と、そして個別,個別研修ですね、の内容が入っています。 で12月以降もですね、まあ、こんな感じで入ってるんだけど、とにかく11月がですね、すごいですよ。これも、どうなんすかね、過去最高かなっていうぐらいですね。まあ、いつも11月はマックスになるんですけど、まあ、たくさんこうね、入ってます。で、やっぱズームがあるっていうことと、あと今年ですね、あのー、やっぱ聞いた話によるとね、DX がやっぱ多いんですけど、来年もね、DX がね、まだまだね、 国が押せっていうふうに言ってるらしくてですね。なので、ちょっと DX は今、業務改善編と売上編ってあるんだけど、もう一個ね、なんか事例編というかですね。 えー、もうちょっとこうね、切り口変えたものをね、一個作ろうかなと思っています。ということで、まあちょっとそれについてのですね、まあ、いわゆる商品開発というかですね、えー、企画を考えていきたいなというふうに思ったりもする。もうね、11月なんで、年末ですからね、そういうことも考えていかなきゃいけない時期に来たかなって気がしてます。はい、ということで、11月以降の講演予定を紹介しました。またね、詳しくはブログの方で確認してください。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。